今回のサノテレはご覧の内容でお送りします。10月29日リンク野外文化音楽堂メインステージとして行われたフィルレコフェス2022。この催しを企画主催したのは泉佐野市 PR 大使のシンガーソングライター万丈谷さえさんです。まあ、この万丈谷さん、今回ねこのフェスに対してすごく、まあ長い期間温めてこられたと思うんですけれども、はい、企画した時は私が何か自分にできることをやれば何かを変えれるんじゃないかって思ったのがきっかけで、私は誰が何者であるとか関係なく、みんなが心でつながったり手を取り合ってこう音楽に身を委ねて自由にそれぞれが主役で楽しめるような場所を作っていきたいし、そんな空気感がすごく好きなんですけど、そんなフェスをどうしても作りたくて今日は開催したんですけども、本当にその空気感が会場ににじみ出てたなと思ってます。そうですね、今回はただの音楽フェスだけではなくて音楽と福祉の融合やったんですけど、障害事業所さんの方々が何店舗も出店してくださって、皆さんがこう可愛いなと思って商品を買うだけでその方々に貢献されたりとか、赤い羽共同募金とのコラボグッズを作って、売り上げが全額寄付されたりとか、なんかそのような、今自分にできる範囲ですけど福祉に携われるようなことも企画して、みんながなんとなく来るだけで福祉に関わっているような、そんな発想になったんじゃないかなと思います。今回ボランティアの方がたくさん参加されていたと思うんですけれども、はい、私がお仕事している福祉施設の代表とかが子ども食堂をやってて、そこに手伝いに来てくれてるボランティアの学生さん方が今日来てくれたんですけど、なんかそういったつながりでボランティアの方も出会って、なんか学校でフィルレコフェス2022にボランティアしたい人っていう感じで募集してくれて、あんなにたくさん集まってくれたみたいです。あ、そうなんですね、うん、じゃあもう本当にもう一つ一つのつながりが、まあ、このような形になったわけですね、うん、はい。本当に心の推しの部分がすごい熱いアーティストさんばっかりで、それが今日ライブにもすごい現れてたと思うんですけど、本当に自分が歌を届けることへの責任感というか、そういうのを私はすごい感じるアーティストの方々を今回お声掛けさせていただいてて、私自身すごく大好きでもあるし、このフェスで来てくれた皆さんに絶対にこの音楽を、このアーティストさんの音楽を届けたいって、そういう主催者の気持ちで声掛けさせていただきました。方がもう優しくて、みんな協力し合ってブースとかも作ってくれたりとか、本当に学生ボランティアの方々が毎日居残りして準備を頑張ってくれてたりとかも知ってたので、もうなんか飾り付けを見ただけでもなんか泣きそうってなるぐらいすごい可愛くて、皆さん本当にね、お店も美味しかったり可愛かったりして、私も楽しかったです。
切な人はそばにいてもいなくてもいつでも支えてくれてると思ってます。そんな人を思い出して聞いてもらえたら嬉しいです。一番大切な君といたいから、そうまだ前に進むんだ。いや本当に自分自身が素晴らしいんやっていうことを、みんないろんな人がいてみんなそれぞれ自分も素晴らしいんやなっていうことを音楽を聴きながら感じてもらえたら本当に嬉しいなと思ってます。で今後は私は、ワンマンライブであったりリリースとかも予定しているので、ぜひぜひチェックしていただけたら嬉しいですし、ゆるエコフェスも続けていけるように頑張るので応援よろしくお願いします。佐野テレ、すべての市民が健康な街泉佐野を目指すと謳われた泉佐野市健康都市宣言。このコーナーではリンク総合医療センターを舞台に、さまざまな病気とその予防策を中心にご紹介していきます。さあ今回は高血圧についてということで、解説は腎臓内科の村津先生にお願いしております。先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先ほど実際に私も測らせていただいたんですけれども、上が99で下が69という結果だったんですが、これってどうなんでしょうか。はい、高血圧の診断基準としましては、診察室血圧で上の血圧が140以上、下の血圧が90以上となります。また家庭血圧では上の血圧が135以上、下の血圧が85以上となります。今回診察室血圧なので140以上の90以上ということではないので、今回は大丈夫ということになります。よかったです、はい、ただし血圧は運動や交感神経の状態を影響を受けますので、正しい血圧の測定をする必要があります。ちなみに血圧計は家庭でも簡単に手に入りますが、正しい測定の仕方っていうのはあるんでしょうか。はい、まず下腹を心臓の高さにしていただいて、深呼吸を何回かしていただいて、リラックスした状態で測っていただくことが重要となります。原則血圧は2回測定していただきまして、その平均値がその時の血圧値となります。ちなみに血圧が高いとどういった疾患になりやすいんでしょうか。はい、今は健康でも血圧が高い状態が続くと全身の血管が硬くなり、将来脳卒中や心筋梗塞、腎不全といった心血管病を起こしやすくなります。高血圧治療の最大の目標は将来このような病気にならないようにすることです。その高血圧を招きやすい生活習慣っていうのはどういったものがあるんでしょうか。はい、高血圧を招きやすい生活習慣としましては、運動不足や喫煙、飲酒、ストレスなどが挙げられますが、特に日本人は塩分を多く摂る傾向にありますので、塩分摂取方には十分注意する必要があります。高血圧を疑うサインみたいなものっていうのはあるんでしょうか。はい、高血圧はすぐに症状が出るというわけではありませんが、次にお示しする状態であれば病院への受診をお勧めします。血圧が180-120以上で頭痛や胸が痛い場合は高血圧緊急症といって非常に危険な状態なので、すぐに病院を受診してください。また高血圧には原因がわからない本体性高血圧と原因がはっきりしている二次性高血圧があります。この二次性高血圧は例えば血圧が高い時に動悸や発汗が認められる、また血圧が急に最近高くなった、さらに若いのに下の血圧が100以上、また血圧のお薬を3種類以上飲んでも血圧が下がらないなどの場合は二次性高血圧の可能性がありますので、病院で詳しい検査を受けてください。ということで今回は高血圧についてご紹介していただきましたが、ここで先生に最後のまとめをお願いします。はい、血圧が高い状態が続くと将来の心臓病、腎臓病、脳卒中を引き起こしてしまいます。将来の健康のためしっかり血圧を管理しましょう。また血圧が高くて胸が痛い、頭
頭痛があるなどの症状がある場合や、若いのに血圧が高い方、血圧のお薬を飲んでもなかなか血圧が下がらないなどの場合は、病院への受診をお勧めします。わかりました。先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。10月16日日曜、エブの泉の森ホール大ホールにて泉佐野市防災講演会コンサートが開催されました。第1部は防災に関する講演会、そして第2部ではスペシャルコンサートと題し、陸上自衛隊中部方面音楽隊による演奏が披露されました。まず災害において最も重要なのが避難です。自治体から避難指示が出た際には、これに従い避難していただくことをお願いします。自治体やその他の防災組織につきましては、災害に関する情報は多く持っており、この情報に基づき避難指示が出されております。したがって、この避難指示が出された場合、迅速な避難のほどよろしくお願いします。そして可能な限り救助行動への協力をお願いします。避難誘導の補助、避難所の開設運営、炊き出し等、さまざまな共助が想定されます。人によって可能なこと、得意なことはさまざまだと思います。自分ができること、得意とすることでお互いをカバーして、共に災害を乗り越えることが重要だと私は考えております。今回の地域とともに取り組む防災、はい、これを今回の講演のテーマにされた理由というのは、どういった思いからなんでしょうか。はい、自然災害に対する防災につきましては、自衛隊だけでは絶対成し得ないものです。これにつきましては、地域の方々のご理解とご協力があってからこそ初めて防災ができますので、このテーマにしました。個人だったり、また家族だったり、はい、また地域として、はい、災害が起こる前にできること、はい、また心構えがあるかと思うんですけれども、はい、備えにつきましては、心と物の準備です。心の準備といいますのは、この日本につきましては、地震ですとか風水害、これがすごく多い災害大国になっております。ですので、いついかなる時も災害は発生するという認識を持っていただくことが重要だと思います。物につきましては、やはり災害というのは全てのものがなくなります。したがって、最低限の衣食住、これらを、整えておく必要があります。また、ハザードマップと自治体によって出されている情報がありますので、それらに従って危険な場所はどこなのか、あと避難するところはどこなのかというところを事前に確認していただき、ご家族皆さんで確認していただく、これが大事だと考えます。伊藤さんは、この音楽隊に入られたきっかけというのは何だったんでしょうか。はい、自衛隊にはいろいろな仕事があるんですけれども、私は高校の頃吹奏楽部にいたんですね。で、まさか音楽でその仕事ができるとは知らなかったんですけども、とある先輩から自衛隊に音楽隊っていうのがあるんだよって、教えてもらって入隊したいなって思ったんですけども、本当にご縁があって私は入隊することができて、今こうやって音楽隊員として活動しているということなんですよ。我々音楽に関する任務が3つありまして、1つ目は隊員のために、隊員に元気になってもらって仕事ができるようにするための演奏が1つ、それと式典、儀式の時に演奏する儀式のための演奏というのがあります。で、最後に今日のように広報のための演奏ということで、多くの国民の皆様に自衛隊を知っていくきっかけとして音楽演奏をさせていただいています。では、今回の講演にもありました防災についてはどのようなお考えをお持ちでしょうか。私も災害派遣に参加したことがあるんですけれども、まず大切なことだと思うのは、やっぱり家族との連絡がちゃんとつくようにしなきゃいけないなということを言っています。何かあった時に家族とどこでどういう連絡を取るのかということを、今回のこの講話をお聞きになった後、みんなで話し合ってもらうと、いざという時に役に立つのかなというふうに考えています。
サノテレ。12月11日、エブの泉の森ホール大ホールにて開催される泉佐野大工コンサート2022。これまでは合唱と演奏、それぞれ個別に練習してきましたが、今回はいよいよ本番を見越しての合同練習。中央小学校体育館での様子を取材しました。以前練習がスタートする際に取材させていただきましたけれども、その後皆さんの成長などいかがですか？はい、今回初めての方が多いんですけども、うまく順調に来てます。でコロナもちょっと心配したんですけども、練習も予定通り進んでおります。どうしても途中で諦めたりとか人数が減ってきてくるんですけども、今回完走率がかなり高いと思います。結構皆さんそれぞれ頑張っていただいていると思います。これまでの練習通り無理なくしていただいて、直前に駆け込みの練習じゃなくて、もう普段通り歌っていただいて、まずは太鼓の舞台を立ってもらって、お客さんの前で日頃の成果を見せていただけたらと思います。特に直前でいいものを食べ過ぎて体調を壊さないように普段通り臨んでいただければ嬉しいのかなと思います。今回の練習で苦労されたところどういったところでしたか？そうですね、やっぱり合わせていかないかんからね、合唱とオケを合わすっていうことをずっと合唱だけの練習でやってきましたから、合唱の皆さんとやっぱり隣聞いたりとかして合わせていくってことがすごく難しくって、やっぱり自分だけ歌ってたりってことでもないので、やっぱり皆さんの横聞いたりとかして、やっぱピアノとオケとはまた違うので、すごくなんか刺激的になりました。とにかく大工は大好きですから、泉佐野で初めてということで張り切って頑張ります。やっぱり皆さん頑張って何ヶ月もやってこられたんで、やっぱ皆さん力合わせて沖の方も一緒にやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。続いては泉佐野市民オーケストラの演奏指導、そして本番では指揮も担当される橋本さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回の定期演奏会で太鼓をもうすでに演奏されていて、はい、演奏の方はもうバッチリかなという感じだったんですけれども、今回は何かこう磨きをかけるような練習という感じですか？というよりこの間の定期演奏会ではね、オーケストラの部分だけやったん でやってない部分がたくさんあるんですよ。そこを中心に練習をやっぱりしとかないといけないと、でやりました。太鼓というのはね、皆さんよく知ってる曲ではあるんですけど、すごく難しい曲なんですよ本当は。で本当は1楽章2楽章3楽章があって4楽章があるんですけどね、その4楽章だけでももうプロのオーケストラでもなかなか難しい、そういうところが結構たくさんあるんですよね。だからそういうところをこう、やっていくのは非常に難しかったですね。この太鼓は本当に有名な曲で、いわゆる時代のこう節目節目に大きなものをやるときにね、例えばベルリンの壁の崩壊があったりとか、あるいはもっと前になりますけども二次大戦で戦争が終了したとき、このときにもアメリカでその太鼓が行われた、そういうふうになんか歴史の節目節目にやる大曲なんですよ。ですから大いに、楽しんでもらえたらいいかなと思いますね。でまずは太鼓の難しさというのはどういうところでしょうか？そうですね、合唱と合わせる曲ってあんまりないんですけど、合唱との合わせるときにタイミング合わせるというのがバイオリンなんですけど、それが特に難しいなって思います。合唱団これきっかけでいけるかなとか、いろいろそこら辺のきっかけの音とか、ああいうのが出来上がってるかなというのをすごく考えます。とても難しい曲なんですけど、有名な曲なんで皆さんが来てよかったと思えるような演奏ができるように頑張りたいと思います。皆さんが来てよかったと楽しめるのもいいんですけど、自分もできたら楽しみたいなとそういう演奏ができたらいいかなと思います。
泉佐野大工コンサート2022。開催日は12月11日日曜午後2時から、会場は午後1時からです。場所はエブの泉の森ホール大ホール。演奏は泉佐野市民オーケストラ、合唱は一般公募による大工合唱メンバー、泉佐野市少年少女合唱団、そして泉の森ハーモニーの皆さんです。当日は入場無料、申し込みも不要です。ぜひエブの泉の森ホール大ホールまでご来場ください。11月6日市民防災の日に行われた泉佐野市大防災訓練、消火訓練をはじめさまざまな防災訓練がそれぞれの地域において行われましたが、今回は佐野台小学校にて行われた訓練の様子をご覧いただきたいと思います。これは泉佐野市大防災訓練放送です。訓練、訓練。さあ、今からこちらでは心肺蘇生講習が行われます。 AED の使い方や胸骨圧迫が体験できます。皆さんのご家族がなるかもしれません。もしかしたら自分の子供さんがなるかもしれません。そんな時にどういったことができるか、今これやることがすごく大事になってきますので、よかったらお願いします。肘をしっかり伸ばす。そうです、はい、肘はまっすぐ、ここ曲がらない。結構痛いです。そうですね、まず腕を伸ばしたままっていうのが難しいかも。今日は私も実際に胸骨圧迫体験させていただいたんですけども、まあ、思ったより力もいるし大変だし、このやってみないとわからないことがたくさんあるなというふうに感じたんですけれども、やっぱりこの一度訓練しておくっていうのはすごく重要ですよね。そうですね、119番通報してから救急車が到着するまで約9分かかると言われておるんです。その間に救命率が下がってきますので、行動することが重要になってきます。改めてその胸骨圧迫の方法を教えていただけますか。はい、両肘を伸ばしまして、手の付け根に体重をかけ、真上から垂直に5センチ下がるような形で圧迫して戻すという形で、1分間に100回から120回圧迫が必要になってきます。コツ、ポイントみたいなものはありますか。はい、強く早く絶え間なくするのがコツになります。実際この1分間に100回から120回のペースで、はい、かなり強く圧迫しますから、はい、これをずっとやり続けるのって本当にすごい体力いるな、これ続けられるんかなって思ったぐらいだったんですけど、はい、大変ですね。ですから多くの方に知っていただいて、もう順番にやっていただいて命をつないでいっていただけたらなと思います。実際武藤さんもこう消防団員になる前になんかそういう体験があったっていうお話も。そうですね、私もちょっと食事場所でたまたまこう食事をしていたら、一人のお客様が倒れられて、その時に自分自ら行動してたのが、走って行ってこう処置をできたのがすごく自分でもびっくりしました。それやっぱり体験してたことって大きかったですか。それがあるでしょうね。それがないと多分行けなかったと思います、うん、はい。そういう意味では訓練ももちろん1回とは言わず、もしなんか複数回あるんだと、そういうチャンスでこう訓練しておけばおくほど、いざという時もしかしたら動きやすいかもしれないですね。そうですね、するとしないの全然変わってきます。で、自分が前に出て行動できるように自然となりますね、はい。今日はこの佐野台小学校以外でも市内さまざまな場所で防災訓練が行われていますが、こういう訓練を通して市民の皆さんに伝えたいことというのはどういったところでしょうか。はい、まず災害の時にどういう行動を取るべきかということを再確認していただきたいと思います。また今日の訓練でうまくいかなかった訓練もあったかと思います。こういうことは大切なことで、今後の訓練に積極的に取り入れていただいて、行うことによって改善し、いざ災害が起こったときに行動が取ることができ、災害の強い街づくりにつながると考えています。こちらは安否確認タオルなんですけれども、これも災害時に重要な役割を果たすんですよね。はい、このタオルには2つの役目があると考えております。まず1つ目は安心を与えるということです。いざ災害が起こったときに無事であれば、自宅の門扉など
目立つ場所にこのタオルを出していたことによって、安否確認に来た方や外出先から心配して帰宅した家族がこのタオルを見ることで家族が無事であることが分かり安心を与えます。2つ目はこのタオルを活用することで助かる命が増えるということです。災害時このタオルがあれば無事であることが一目で分かり、安否確認にかかる時間が短縮でき、命を救う行動が早く取れることで助かる命が増えることが期待でき、安心な街づくりにつながると考えます。きっかけは一度こういうふうな経験をしておくことで、またそういう、まあ、災害とかの時に参考になるかなと思って出てみました。 AED 自体は使い方は聞いたことあったんですけど、その心臓マッサージっていうのは初めてやりましたので、まあ、ちょっとそういう機会があればない方がいいんですけど、あった場合は勇気を出して取り組めたらいいかなと思いました。サノテレ、サノテレインフォメーション。11月12日から25日は女性に対する暴力をなくす運動期間、また11月25日は女性に対する暴力撤廃国際日と定められています。夫やパートナーからの暴力、性犯罪、セクシャルハラスメント、ストーカー行為、売買春などの女性に対する暴力は女性の人権を著しく侵害するもので、決して許されるものではありません。本市でも男女共同参画社会を形成していく上で克服しなければならない重要な課題として、第3次泉佐野市男女共同参画推進計画第3次ヒトヒトプランの基本課題に、ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶を掲げ取り組んでいます。この運動から女性をはじめあらゆる人に対する暴力について考え、暴力のない社会づくりを進めていきましょう。パープルリボンは女性に対する暴力根絶運動のシンボルです。紫色のリボンを身につけることでこの運動の趣旨への賛同を表明することができ、暴力のもとに身を置いている人々に対してあなたは一人ではないよと励ますメッセージにもなります。泉佐野女性センターではパープルリボン運動として市関係施設などにツリーを設置します。賛同いただける人はぜひこのツリーにリボンをお付けください。また泉佐野女性センターでは毎週水曜日に女性のための電話相談を行っています。安心して相談してください。秘密厳守、相談無料です。さらに女性に対する暴力をなくす運動期間事業として、11月第5週目の30日水曜に女性のための特設電話相談を開催します。相談時間と専用ダイヤルは毎週水曜日に行っている女性のための電話相談と同じです。詳しくは人権推進課へお問い合わせください。泉佐野市農業祭のお知らせです。日時は12月3日土曜午前10時から午後3時まで、場所はレイクアルスタープラザ川崎広場となります。この農業祭では市内農家が丹精込めて作った農産物の展示や即売などを行います。また合わせて全国の特産品相互取扱い協定締結自治体が出展します。さらに今年は各ブースで購入した金額に応じてサノポを最大 100% ポイント還元、500円単位で1人上限5000円分をプレゼント。ぜひお越しください。詳しくは農林水産課へお問い合わせください。家庭から出る可燃ごみの量を減らすには、市で決められた資源ごみをできる限り分別して資源ごみの日に出すこと、生ごみなどはできる限り水気を切って出すことが有効です。それぞれの家庭ではわずかな差でも市全体では大きな減量化につながります。ご理解ご協力をお願いします。詳しくは環境衛生課へお問い合わせください。それでは次回もサノテレでお会いしましょう。さよなら。